聞こえる？でも水の中、なんかこの間やった時、水の中にいる感じって言われたから、こんばんは。大丈夫？のさ、外の音とかがさ、入ってくるじゃん。まあ、今更っちゃ今更なんだけど。そう。だから、石焼き芋じゃなくて、イヤホン してみた。間違えた。そう。まあ、今更といえば今更なんだけど。やっほー。私はもうお風呂に入りました。お疲れ様。ギフトありがとう。なんかね、イヤホンしてた方がすごい配信に集中できる。なんかね、たまにさ、救急車とかも走るじゃん。救急車とかなんかパトカーだったりさ。なんか、配信に集中したくなりました。今さらながら、これまで散々 これまで散々私のことを迎えに来たけど、ピーポーが。こんばんは。みんなはもうお風呂入りました？クリーム塗りたくりすぎてもう顔がテカリにテカってます。入りました？おお。明日からお仕事の人。入ってこいって応援してほしい。入ってこい。お風呂入ってこい。お風呂入ってこい。だからもう、リップも何も塗ってない。3連休でした？3連休ボケを直さなきゃ。そうさ、1週間に2日休みとかさ、足りなくない？ 1 週間3日ぐらい普通にいるよね。
なんかそれが普通にならんかな。なんかこれさ、冗談でとかじゃなくてさ、普通に3日にしてほしくない？ ね。なんかこれだけいろんな、何？いろんなものがさ、発展してるんだからさ、別に。お給料上げて週4日とかにしてよくない？改革、なんでさ、みんなさ、で、みんなさ、2日足りないって言ってるのにさ、お給料もっと欲しいって言ってるのにさ、なんか改善しないんだろ。まあ、そういうことしてる会社もあるか。あるのか。あるんだ。違う違う違う。もう勤務時間も減らしていいんだよ。別になんか、違う。確認が多すぎるんじゃない？日本の会社って。なんかさ、何個もさ、やるくない？確認。私さ、会社に勤めてた時、何回確認するみたいなことがあったんですよ。確認作業が多すぎて、なんか変、なんか無駄なことばっかりしてる。やんなくていいことばっかりしてるような気がする。なんか慎重すぎてさ、なんか、普通に無駄なことずっとやってんだけど、それでなんかさ、だらだら働いてさ、なんか、休みがさ、2日とかになってさ、バカなんじゃないのね。やることさ、パってさ、なんかさ、4日間ってやってさ、3日休めばいいじゃん。本当に必要なことだけやって。なんか、真面目っていうかさ、真面目っていうか、なんか変なとこで真面目だよね、本当に。なんか大事なところでさ、なんか。違う、確認するなっていう話じゃなくて、なんか、なんていうんかな。なんか、変なの？って感じ。こんばんは。なんかみんな思ったより みんな思ったより不満を抱えてる
違うんだよね、なんかね。なんか、なんて言うんだろん、趣味が仕事。なんでこんな話になったんだ なんか、働き方改革みたいなことで あ、私はもう無理ですよ。私ももう、あれだよ。もう。変えられない。新規に出ません。政治の世界には出ません。はい。あ、そうだ。週休3日にしろっていう話からこれになったんだ。あ、そうそう。じゃあ、私が、わかった。私が言いたいことは、なんか、だらだら、なんか、長いこと、お仕事をするより、パッと、なんか、やっちゃって、さ、なんか、パッとやって、多く休んだ方が、良くないって思ってる。だけ。そう。それが言いたかった。確認するな、とか、そんなのも言ってないし、仕事がね、趣味っていう方もまあ別にいてもいいと思うんだけど、うん、で私はそう思ったんだっていう話 お給料は上げてほしいよね。本当に思う。本当に思うよ。普通にさ、なんでさ、お給料上がらないの？え、わかる。なんかさ、メールもさ、長くない？なんか、導入部分が。もう普通にさ、これ確認してほしいみたいな感じにさ、導入部分がさ、なんか、夜遅くに失礼します。そのまま、みんな見てないでしょ、あんなところ。もう、もはや。お世話になりますとか。もうさ、みんなさ、長いなって思ったりさ、別に読んでなかったらさ、もういいじゃん、つけなくて、もう。なんかやってんの、もう。バカさんじゃないの、もう。それが日本的なのか。それが日本という文化なのか。まあいいんじゃない？いいと思うよ。いいと思います。はい。
いいと思います。もう、おはようとさ、こんにちはとさ、こんばんはだけでいいじゃん、もう。でも、それが文化っていうならいいと思います。うん。最高だね。いいと思う。お世話になってます。なんか生活のさ、お世話してもらってたらお世話になってますって言いたいけどさ、お世話になってます。私何をお世話になってるんだろうって思う時あるよね。なんかお世話になってるっけって思う時ある。やばい。そういうことじゃないんだろうね 別に養ってもらってるわけじゃないよ やば。まあ、そういうことじゃないんだろう。お邪魔します。うん、別に邪魔しに来てないもん、別に。別に部屋を荒らしに来たわけじゃないの。お邪魔します。それが美しい文化なのか。最高だな。最高ですね。あ、まあでも日本の文化って最高ですよね、本当に。美しいと思います。日本語とかもとっても素敵だし。いや、これがなくなったら、だって逆にね、崩壊しちゃうかもしれない。うん。お邪魔しますっていうのは、まあきっと、その、ね。まあ、いつもと違う状況になっちゃうかもしれないから、本当なんかお邪魔してる気分かもしれない。お邪魔しますねっていうね。そういうなんか、あれなんだろうね。心遣いの、心、気遣いの言葉だから、いい言葉だし、お世話になっておりますっていうのもさ、その、直接的にお世話になってなかったとしても、何かしらのね、どこか、なんか、つながりでね、まあ、その商品か何かお世話になってるかもしれないからね。それも全部含めてお世話になっておりますって言ってると思いますし。ね、そのメールとかもね、導入部分ちょっと長いけど、それだけ、なんかこう、ちょっと、伺いのね、様子を出してるみたいなね、そういう気持ちの表れだと思います。うん。そしてね、やっぱ確認が多いのもね、二重チェック、三重チェック。いや、大事ですよ、本当に。何言ってるんですか、本当。確認、作業が、世界を、日本を、ね、動かしてる。世界を救ってるんですよ。本当に、4回でも5回でも、やっぱ、確認した方がいい。うん。そうそう。うん。それで、なんか、週3日お休みとか言ったけどね。ああ まあ、いいんじゃないでしょうか。うん。いいと思います。今、日本はとっても素敵だし、最高だと思う。うん。日本ってとってもいいと思う。素敵な国ですね。違いますよ。フォローじゃなくって、今のは褒めるまでの、助走みたいなものでしたね。うん。そうそうそう。話すときって、だいたい何かを、ちょっと一旦下げておいて、いやでもね、みたいなね、なんかそういうね、話し方はあるんですよ。うん。落としてあげるみたい
いや、大好きですよ、本当に。うん。日本は最高の国です。だし、やっぱね、生まれた場所なので、愛国心があります。愛国心。私は、愛国心があります。あ、キノコついてます、今日は。違うんだよ、もうね、なんか、あれなんですよ、なんかね、もう本当に、どれって話だよね。何かあった？何もない。今日、思ったことを言ってみただけ。そう、私、SKE さんの、記事見たんですよ、ニュースを。藤沢さんですかね。あのニュース見たんだよ。ベースアップされた話。あれ、普通にちゃんと全部見たんだけど。STU も STU も、どうですか？労働組合。指定の中でちょっと組合作って。いや、別にね、STU の内部事情が、なんか、よろしくないっていう、なんか、ヘイトじゃないですよ、別に、これは。ただ、SKE さんの、SKE さんのあの記事を見ていいなっていう思ったまでの話です。そう。そうだよね。そうなんだよね。まず、移動が多いのと、移動費がかかるのか。
こんばんは。新幹線移動多いよね。いや、船はもう。船はもうありがとうございました。とても貴重な思い出を体験させていただきました。大変だよね、維持管理がね。そうだよね。こんばんは。どうだろうね。こんばんは。今後考える。なんかさ、広島、瀬戸内のさ、広島のさ、あいこじと焼き芋食べてる夢見た。じゃあ私焼き芋食べれないじゃないですか。人の夢でご飯食べてたらその食べ物食べれないんだよ。知らないけど。めっちゃ適当なこと言った。めっちゃ適当なこと言った。信じてしまった。すいません。みんな真面目だね。みんな純粋だよ。そんなわけっていうコメントが一個もなかった。いつも私のことを信じてくれてる証拠だ。ありがとう。
何の話してたっけ？あ、そうそう。広島のさ、なんか大きなさ、会社にさ、バックアップしてもらうのはどうですか？それが難しいのか。そうなんだ。でもさ、広島の企業って難しいと思うんだよね。なんか、私ね、タクシーの運転手さんと話してた時に、なんか、新しい商品を出す時って広島で試すんだって。で、それで広島の人たちが、あ、この商品いいなって思ったものは、ロングヒットする？ロングセラーになったりするんだって。だから、なんか、多分、そう。なんか結構、あれらしいよ、その、え、これは本当の話。これは本当の話。で、なんか、その、家賃とかも、大阪、関西とかやったら、家賃とかも、このぐらいの値段だったら、なんか、入居できるから、もう少し安くしてほしいとかって言ったら、その関西の人とかは、あ、じゃあちょっと下げるとか、なんかそういう、ことするけど、広島は逆で、その、家賃も払えないんだったら、じゃあもう入居しなくていいってなるとからしいよ。あ、じゃあその値段も払えないんだったら、もう入ってこなくていいみたいな、なんか。だって、なんか全然その値切り文化がなさすぎるんだって。そう、負けないらしい。そう、だから、すごいシビアなんだって、そう。だからその商品を選ぶとか、なんか選定がなんか結構シビアなんだって、広島って。どこもそうじゃないっぽいよ。てか大阪とかは結構、と、少しずつやり方違うんじゃないかなって思う。だから、広島の企業さんとかも、そういう感じなのかなとかって思って。いや、その、なんていうんかな。私も、なんか直接、家賃を値切ってもらったこととかはないけど、でも、なんか、そのタクシーの運転手さんから聞いてたら、なんか、そういう県民性が昔から、なんかあったらしいよ。うん。なんかずっと広島住んでる人に聞いた。うん。そんなね、大阪とね、広島も同じ日本だから、めちゃくちゃ極端な違い
があるとかではないと思うんだけど、ちょっとしたちっちゃな、なんか細かい違いが、やっぱその土地であるんだろうなって思う。そう、地域性みたいなね。でもね、商品の話はタクシーの運転手さんに聞いて、で、その、家賃とかの話は、なんかね、私が広島に引っ越してくるときに聞いた話。で、あとね、広島のこと何聞いたっけ？路面電車がなんで地下鉄にならないかっていう話もなんか聞いたことある。川が多いから、めっちゃお金がかかるんだって。地下鉄作るとかってなった。まあ、地下鉄作るっていうだけでもめちゃくちゃお金かかるだろうけど。地盤の問題で、あれらしいよ。めっちゃお金かかるんだって、地下鉄。でも路面電車はいいよね。路面電車。私、路面電車ワクワクする。アストラムラインはどうやって作られたんかな？あるよね、なんか違う。なんか、あれが OK で。そんなに深くないから、そうなんだ。アジア大会に向けて川に沿って作った。そうなんだ。昔あったんですか？アジア大会。私生まれてないですよ。生まれてないよ。
ラララララ。成城石井？成城石井は、昔から言ってるよ。関西多くない？成城石井。成城石井。広島駅にできたんだ。え？成城石井っていうのは私だけが言ってます。成城石井よろーって言って。私だけが言ってきた。成城石井。え、なんか成城石井っていうのさ、めんどくさくない？涼しい、涼しい、涼しいって、なんか韓国語っぽいし、よくない？ はマックスバリューも多いですね。だからもう頑張りましょうね、皆さん。頑張ろう。あ、私のね、この間遭遇した、この間遭遇した、なんて表現したらいいのかな。軽く、ちょっと、Please go to hell って思った方がいて、ちょっと そうなんですよ。プリーズゴスペルと思った。この間ね。新幹線乗ってたんですよ。で、私 C 席だったんです。で、C 席って、窓側じゃないわ、廊下側なんですけど、で、コーヒーを持ってたんですね。片手に。それで、買ったばかりのね。買ったばかりコーヒー持ってて。で、まあその乗ったばっかりの時からずっと飲んでたんですよ。そう、それで、まあコーヒーっていうか、まあ詳しく言ったら全クラウドティーラテっていう ちょっと、普段あんま頼まないもので、まあその4時間広島まであるから、この温かい飲み物を、まあこの4時間で、楽しもうと思って
そう、持ってたんですよね。そしたら、途中で B 席に、すごい、なんて言うのかな、言い方を考えると、今から運動会に参加されるんかな、体育祭のなんか競技に参加されるのかな、みたいな感じの、すごい躍動感ある方が、B 席に やってきたんですよ。はい。そう。女の人なんですけど。女の人なん、そう、女の人で。で、あ、B、まあ別に、あ、B 席座られるんやって思って、別にそれはね、良かったんですよ。で、あ、でも、あ、来たと思って。で、それでね、なんか、座るや否や、お弁当の、なんか蓋をバーンって開けて、パーンって開けて、クククってめっちゃ書き込んでて、おお、ちょっと、すごい人が隣に来たと思って。で、まあその時からちょっと嫌な予感してたんですよ。で、まあ A 席の方もいて、まあ A 席の方はまああまり関係なかったんですけど、まあとにかくそのパワフルな方だったんですね。で、おーと思って、まあ別に関係ないしなと思って、なんかお腹空いてはったやろうな、みたいなぐらいで、まあ人のことやし、別に関わらんでも別に私はね、いいもんなと思って、関係ないもんな、と思ってたんですね。はい。で、それで、まあ、ずっと私飲み物、片手でこう飲みながら、なんか、YouTube とか見てたりしたんですよ。Netflix とかね。それでね、新大阪着いて、で、なんかその女の人が バーって席立ったんですよ。あ、新大阪で降りるんや、と思って。そう、新大阪まではまあ平和だったんです。まあでも、めっちゃ、食べた後寝てて、私の方にこう、来るんですよ。で、まあいいけどさ、まあいいけど、まあ、なんか、ここ、C にちょっと通り越してるよなとかって思いながら、まあでもそれでも平和だったんですよ。そう、それでも平和だったの。で、問題は、その、新大阪に着いた時なんですけど、なんかバーって湧き上がって、その、荷物を持って、そのテーブルを直し始めて、あ、新大阪か、降りる人多いやろうなと思って、あ、隣の人も降りるんや、みたいな感じで。で、ちょっと避けとこうと思って、そのね、全クラウドティーラテを、私は、こう思ってたんですよ、こうね。あ、降りるんや、と思って、こうやってね。こう、体勢これですよ、体勢これ。YouTube とかのね、見るのをやめて、やめてたんですよ、動画とか見るのもやめて、こうやって。そしたら、その、女の方が 私の前を通った時に、こっちに持ってた、右手に持ってた荷物で、私のこの全クラウドティーラテを、バコーンって ヒット打ったんですよ。そう。クリティカルヒット打たれて、で、床に、全クラウドティーラテって調べてみてください。めっちゃ白い飲み物なんですけど、そう、それをね、それがね、床に、バシャーって行っちゃったんですよ。そう。で、私はもう何が起きたかわかんなくって、え？みたいな。目の前が白い、みたいな感じで。で、その、
女性の方。すみません。ってだけ言って、すごい めっちゃ知らんぷりするんですよ。新大阪のちゃんと。到着して、降りるまで、ぶつかった人。すみませんって言われて。めっちゃね。降りる人の、なんか通路ってさ、なんか降りるときさ、ちょっと並ぶじゃないですか。で、それで、並んでて、すごいなんか、全然違う方向向いてるんですよ。普通さ、なんか、かかってないですか？とかさ、なんか、ぶつけたんだよ、荷物は、私の飲み物に。なのでさ、かかってないですか？とかさ、普通に言うじゃないですか。で、実際ね、荷物にね、かかってたんだよ、私の足元にあった荷物に。それね、なんか、人が降りるまでの、列に並んでるから、なんか、私も身動き取れなくて、もうずっと荷物にかかったやつと、床、真っ白になった床見て、え？みたいな感じで。で、隣に、ちょうどさ、その女の人がさ、知らんぷりしてさ、並んでるもんだからさ、なんか、ずっと、その女の人と、床と、見てて、え？どうしよう？みたいな。なっちゃってて。で、そう。なんかさ、私、ティッシュとかそんな持ってないからさ、そんな全部引けるほどの。なんか自分のやつはちょっとその間に拭いたけど、え、どうしようと思って。で、その女の人は、何も、もうそれ以上言わないの。すいません。すいませんって言っただけで、見てたの？ティッシュ持ってますとかさ、なんかさ、探すとかさ、持ってなくてもさ、なんか、あるじゃん！声かけるとか、なんか、大丈夫ですか？とかさ、かかってないですか？とかさ、ちゃんと、新大阪に着くまでに、全然こっちを見ないの。見なくて、何もなかったかのように無視してくるんですよ。もう私、放心状態だった。でも、なんか、何もできないからさ、そこで、なんかさ、喧嘩したってどうしようもないじゃないですか。喧嘩もさ、私さ、したくないからさ、ちょっととかさ、そんなのできるわけないじゃん。でも、もうなんか悲しいし、びっくりだし、なんかもちろんなんか、なんでこんな人知らないふうにしてるの？みたいな感じで、すごいもう、おこだったし。まあ、それで、新大阪に降りる人は、なんかもう全員降り切った後に、乗務員さんを探しに行って、で、その周りの方に、すいません、さっき降りる方が、私の飲み物をこぼしちゃったみたいで、って言って、周りの方の荷物、前の方に流れちゃうかもしれないので、すいません、ちょっと上にだけ上げてもらってとかって言って、私乗務員さん探してきますって言って、乗務員さんを探しに行って、で、それで、まあ、いて、何号車か渡って いて、
で、それで、もうなんでこんなことしないといけないの？私飲み物全然ゆっくり飲めるし、もう、と思って。で、それで、なんか、トイレットペーパーを、なんか、取って私も拭いていいですか？って言って、一緒に拭いてて。それで、もうなんか、周りの、なんか、方も一緒に、なんか拭いてもらって、で、前の方とかは、すごいめっちゃ流れてたから、だから、もう、本当に、すいません、私の前の席にいたばかりに、こんなことなっちゃってって言って、で、協力してくださった方も、なんか、全然、後ろの方だったから流れてないんですけど、なんか、手伝ってくださったので、スカートを履いてらっしゃったんで、スカートとか汚れてないですかって、もう全然関係ないのにごめんなさいねって言って、もうめちゃくちゃ大変だったんですよ。そう、でも周りの方が怒らなくてまあよかったっていうのって、本当に。でももうなんか、めっちゃ疲れて、その日。もう、大変、めっちゃ大変だったんですよ。そのことをちょっと、みんなに話して報われたかった、私は。私はもう報われていいですよね、これって。もう本当にもう、信じられなかった、もう、やだ。だからもうこれはね、これから私はちょっと学習した、ペットボトルじゃない飲み物は、命がけで守る。私がどれだけ、スッて避けても、そういう人がいるってことだから、もう命がけで守る。っていうのと、あと、あと、そうだな。もうそれしか私ちょっと学習できないわ。もうカップ付きの飲み物は命がけで守るって、何が起こるかわからないから命がけで守るってことしか、そこも、ちょっともう、ダメだ、思いつかない。そう、まあ大変だったっていう話です。ありがとう。最高をもらった。ありがとうございます。それはファンミの帰りですか？はい、正解です。ファンミーティングの帰りに私はそんな最悪なことがありました。だからもう本当に、プリーズ、ゴートゥーヘルって感じです。もう最初から私嫌な予感がしてたんだよ。B 席に割り込んできた瞬間に、あって本当に嫌な予感してたんだよね。そしたらもう予想が的中だった。指定席ですよ。指定席でした。全クラのティーラって調べたけど、白すぎ。そう、もう、私の目の前がもう真っ白だった。もう雪でも降ったんかってぐらい真っ白かった。もう、最悪だった。もう、しかも、私さ、喧嘩とかもさ、できないからさ、
その、めっちゃ白子、し、知らん、知らんぷりする 女性の方をね、こうやって、何回こう、見たんですよ、私。みたいな。でも、めっちゃ顔背けるんですよ。で、うわぁ本当に、もう信じられないと思って。本当そうだよ。目線くださいって感じだよ、もう。もう、覚えてますよ。メガネかけてた。メガネかけてただけ覚えてる。ありえない。本当にありえない。もう、本当にあり、本当にありえないよ。もうだから帰ってきて荷物をちょっと洗ったりとかして、なんか寝るのも遅くなったし。最悪だよ、本当に。あ、でも、その、まあ、ちょっとラッキーだったのは、乗務員さん探しに行った時に、グリーン車で、なんか、グリーン車通ってた、なんか女性の方がいて、その人に、まず、なんか、事情を話したんですよ。乗務員さんいますか？って言って。たら、なんか、なんかあったんですか？みたいな感じで事情を聞かれて、で、その、一緒についてきたんです。ついてきてもらったんですよ。乗務員さんとその女性の方と。その女性の方がめちゃくちゃ綺麗な方だったんで なんか、かわいい方やなとかって思いながら ちょっとなんかこう、ちらっと見ながら綺麗な方だったので よかったですね そう、なんか、綺麗な方です。なんか、まあ、ラッキーかも、みたいな ラッキーかも、みたいな そうすると、なんか、ちょっと報われた気がする。そう。めっちゃ、なんか、綺麗なことでした。そう、なんか、事情話すときに、何があった、どうされたんですか？みたいな。何があったんですか？みたいな。こう、聞かれて、お、かわいい、この方かわいい、とかって思いながら、あ、どうみたいな感じで事情を話して。そう。それがまあ唯一救われたとこかな、みたいな。そういうことがありました。いやー、でもちょっとね、ちょっともう、T 型全部行きました。もう全部、床に、床に流れ落ちました。あー、本当に。ああ、報われろ。
報われろー。報われろー。報われろー。でも、みんなに話してちょっと救われたっていうか、みんなが聞いてくれてよかったです。私はもうその時、もう、なんと、なん、みたいな。みたいな気持ちだったので、本当に、よかったです。でも私は思ったんですよ。何かのタイミングで、いいことが、いいことがその分起きるって思ったんです。また、どこかで。その分、いいことが倍になって帰ってくるって思って。そう思っときます。いや、私も悪かったんですよ。ゼロ100ってないからね、物事。私も悪かったと思うよ。命がけで守んなかったもん。命がけで守んなかったもん。もう、うずくまってでも私は守るべきだった。全クラウドティーラテを。0、100か。そっか。ありがとう。いや、そうだよね。普通に考えて。いや、普通に考えて私全く悪くないもん。っていうのが本音だけど。いや、でも私が悪かったんだよ。もうそう、そう思う、そう思うよ。もう、いいや、忘れよう。ていうことが起きましたっていう話でした。じゃあ、皆さん。はい。私もこんなことがあったので頑張ってください。もう、気をつけてください。普通に歩いてるだけで何が起こるかわかりませんから。本当に、気をつけて。そう。で、日本って国土が狭いから、やっぱ、道とか、あとね、その席とか、一つ一つの席が本当になんか狭いと思うんだよね。そう。だから、その、周りの荷物とか、なんか移動するとき、本当なんか、ぶつかったりするので、気をつけてください。はい。まあ、そういう。はい、気をつけてください。それでは、ライブランキング読みます。13位、ズーミンさん。12位、キヨさん。11位、ナベナベ所長。10位、デサイズハートさん。9位、ウミガメさん。8位、ポクレンパサランさん。7位、カタカナのタカさん。6位、マグさん。
5位、くじまささん。4位、あの海へ行く7月さん。3位、ザボテンさん。2位、かたけんさん。1位は、サンフジーさん。ありがとう。キノコ。ありがとうございまして。じゃあね、みんないいことありますように。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみー。